カンザス州の歴史では、アメリカ合衆国カンザス州となった地域に、アメリカ州の先住民族が住み始めてから、ヨーロッパ人による探検と開拓、アメリカ合衆国の州となってからの発展の歴史を解説する。カンザスは、アメリカの古き西部の民間伝承が豊かな地域である。グレートプレーンズの東の縁に位置し、古くはアメリカバイソンの大群を狩りしていた。 遊牧型先住民族の本拠だった。この地域が初めて西洋の歴史に現れるのは16世紀にスペインがメキシコを征服した時であり、スペインのコンキスタドールがカンザスと呼ばれる未知の土地を探検したとされている。後には先住民族と交易していたフランスの罠領毛皮業者によって探検された。 1803年のルイジアナ買収の結果、アメリカ合衆国の一部となった。19世紀、最初のアメリカ人探検家はこの地域をグレート・アメリカンデザートと呼んだ。1850年代にヨーロッパ系アメリカ人の開拓に解放されると南北戦争につながる、紛争の最初の戦場になった。南北戦争後、古西部の拠点町として牛の交易を行った。 鉄道によって、東部やヨーロッパから及び、エクソダスターと呼ばれる、解放奴隷の移民が退去して起こった。カンザスはその歴史の大半で、小麦や、その他の穀物に基づく、田園経済であり、これを、石油や鉄道が補った。1945年以降農業人口は、急速に減少し、ウィチタの航空産業をはじめとする製造業の、重要性が増してきた。 これまでに解明された考古学及び地質学的形跡を総合すれば、旧石器時代のマンモスを狩猟の対象とした一族が、旧石器時代終わり頃のいずれかの時点で、様々な手段で北アメリカ大陸北西部に入ってきた。紀元前7000年頃、北アメリカに入ったアジア系移民がカンザスにも到達した。当初カンザスに入った人々は決して、 カンザスを捨てることはなく、後から入ってきた人によってその数が増えていった。これら新山の人々は、マンモス、ラクダ、地上性怠け者及び馬に遭遇した。これらの生物種はそれ以前に、大型動物を狩る洗練された人々に会うことは、なかったので、その結果は、コウシニオの過剰殺戮となり、紀元前8000年頃までに、 北アメリカの大型氷河期動物のほとんどすべての種は急速にまた組織的に個体数を減少した。ある意味でマンモスを追ったカリウドはグレートプレーンズ北部で最初の経済繁栄サイクルを経験しており資源が枯渇するか破壊されるまで容赦なく使い果たした。大型動物のカリウドがいなくなるとその後の古希の人々は 専門家というよりも多方面の才能を持つ人となって生き残り平原を季節移動して食料を集めたこの人々は狩猟を諦めたわけではなく野生の食用植物や小さな動物を対象としたその道具も様々に変化し潰したり切ったりする作業が普通になっていたことはため 果物及び野菜が食料の大きな部分を占めていたことを示すものでもある。また土器を作る社会も出現していた。古器の大半、人々は基本的にその自然環境を変えることはできなかった。この地域以外にいた集団、特にメソアメリカでは農業のような大きな革新的なものをアメリカ中に紹介していた。約3000年前に古器の集団には 食料採集者から食料生産者に変わった者がいた。彼らは判定中の農業生活に伴う多くの文化的、側面、すなわち貯蔵施設、より高級的な住居、大きな集落、及び墓地をすら持っていた。エル・クアルトレイオ遺跡は最北のインディアン・プエブロ集落である。この集落は、 古希の遺物が見つかったカンザスでは唯一のプエブロである。早くから農業が現れていたにもかかわらず、古希後期の人々は自然環境に対する制御はほとんどできていなかった。さらに土器の発明や考えが進んだ後でも野生の食料資源が食料の重要な構成物のままであった。古希最大の社会にあっても農業の導入は 完全に狩猟採集生活を捨てさせることにはならなかった。1541年、スペインのコンキスタドール、フランシスコ・バスケスでコロナドがカンザスを訪れ、リンズボーグのコロナドコーチ近くまで引き返したと言われている。コロナドの遠征隊は、プレーンズ・インディアンに馬を紹介し、急速にその生活様式と範囲を変えた。 この変化に続いて、カンザ族や王政児族が1600年代にカンザスに到着した。18世紀の終わりまでに、これら2種族はカンザスの東部で支配的な種族となり、カンザ族はカンザス川の北に、王政児族はアーカンザス川の南に住んだ。同時に、ポーニー族がカンザ族や王政児族の西や北の平原に支配的な種族となった。 この地にはアメリカバイソンの大軍がいた。ヨーロッパ人は1719年に北部ポーニー族を訪れた。オーリンズトリーでのフランス軍指揮官、エティエンヌとブールモンが1724年にカンザス川を訪れ、川口のカンザ族主要集落の近くに交易拠点を設立した。同じ頃、スー族の中のお党族もカンザス北東隅周辺の 様々な地域に住んだ。ルイジアナ買収の地図オレゴントレール1852年の1906年、カンザスは1803年のルイジアナ買収の一部として、アメリカ合衆国に編入され、未組織領土となった。1806年、ゼブロンパイクが領域内を通過し、その地図上に、アメリカ大砂漠と書き入れた。 カンザスに対する、この見方はその後の40年間合衆国の政策を特徴づけ、先住民族のための土地として取っておかれることになった。1803年のルイジアナ買収に続いて、ルイス・クラーク探検隊が太平洋に到着する任務を帯びて、セントルイスを出発した。1804年、ルイスとクラークは、今日のカンザス州カンザスシティにあるカンザス川と、 ミズーリ川の合流点で3日間宿営した。カンザス川とミズーリ川の合流点滞在中に、フランス人毛皮交易業者と会い、地図を作った。カンザスは短期間ミズーリ順の一部となった後、1821年に、未組織状態に戻った。1821年にはまた、南西部への輸送道路として、 カンザスを横切るサンタフェトレールが開通し、ミズーリ州とニューメキシコのサンタフェトを結んだ。ルイス・クラーク探検隊の後は特に、セントルイスからミズーリ側上流の交易が急成長したので、合衆国政府はこの地域の統治拠点を作ろうと考えた。1827年5月8日、レブンワースやエチ、すなわちレブンワーストリデが、 合衆国の西部辺境への旅人を守るためにインディアン領地のすぐ内側に建設された。ここが将来のカンザス州における初めてのアメリカ白人の高級的定住地となった。カンザスを横切るサンタフェトレールの一部は1840年代に開通したカリフォルニアトレールやオレゴントレールを通る移住者に使われた。西方の道は 1860年代に鉄道が、その役目を引き受けるまで、重要な商業と軍事の幹線道路として役立った。ユタ、カリフォルニアあるいはオレゴンに行く旅人にとっては、カンザスが重要な中継地点であり、旅装を整える場所だった。ワゴンベッドスプリングは、サンタフェトレールのシマロン経路で重要な給水場となった。 他にもポイントオブロックスやポーニーロックが道沿いの重要な場所となった。1820年代からこの地域はアメリカ合衆国政府によってインディアン巡州として高級的に取っておかれ白人による開拓は行えなかった。インディアン巡州を十分に活用するために合衆国政府はカンザス東部にすでにいた先住民族。 主にカンザ族と王政持族を再住させ、その土地は東部から移住してくる種族に渡した。1825年6月3日付の条約で、カンザ族は2000万エーカーの土地をアメリカ合衆国に譲渡し、その後カンザス北東部の特別の居留地に制限された。同月、王政持族はカンザス南東部の居留地に制限された。ミズーリ州のシャワノ族は、 この地域に移住した最初の先住民族だった。1825年11月7日のセントルイスで締結された条約でアメリカ合衆国は次のように定めた。レナペ族は1829年9月24日の条約でカンザスに移住した。この条約では カンザス川とミズーリ川の分岐点にある土地、カンザス川上流は、カンザス教会まで、ミズーリ川上流は、キャンプレブンワースまで、また、そこから教会を正方に引き、カンザス境界線の北に、幅10マイルの領域を出口として残すと、表現している。インディアン準州の地図、1836年、この時から1830年のインディアン移住法が、 その実行を表していった。1831年8月30日付の条約でオタワ族はアメリカ合衆国に土地を譲渡し、カンザス川とその支流にある小さな居留地に移動した。この条約は1832年4月6日に批准された。同年10月24日、アメリカ合衆国政府はキカプー族を カンザスの居留地に移住させた。10月29日、ピアンクショウ族とウィー族は、北はシャワノウ族、東はミズーリ州西の境界、西はカスカスキア族とピオリア族で区切られる250区画の土地を占有することに同意した。1833年9月21日に、 合衆国との間に作られた条約で、お党族は、リトルネマハ川南の土地を移上した。1836年9月17日までに、ソーク族とフォックス族の連邦は、アメリカ合衆国との条約により、キカプー族の北に移住した。1837年2月11日の条約で、合衆国は、ミズーリ川南西の王政治川地域に、 ポタワトミ族を移動させることに同意した。南西部に選ばれた領域は現在マイアミ軍となっている。1842年、合衆国とワイアンドット族との間の条約によって、ワイアンドット族は、カンザス川とミズーリ川の合流点に移住した。1842年の条約の通常とは異なる、条項で35人のワイアンドット族は、ミズーリ川の西にある。 特定の場所を定めない土地の区画の所有権、フロートを与えられた。1847年、ポタワトミ族は再度移住させられ、1846年に、カンザ族から合衆国が譲り受けた土地の東部57万6千エーカーを含む地域に移った。この土地は、現在のポタワトミ、ワボーンシー。 ジャクソン及び小二核軍となっている。カンザスにおける先住民族を定住させる広大な計画にも、かかわらず、1850年までにアメリカ白人が不法にその土地に侵入し、その地域全体を開拓のために解放することを超え、高く要求した。やがて来る事件の前兆として、間もなくライリー砦を含むいくつかのアメリカ陸軍の砦がいくつか。 インディアン順守深く作られ、様々な西方へ向かう、道の旅人を護衛した。シャイアン族やアパラチー族はこの時もカンザス西部の土地について、合衆国と交渉を続けており、1851年9月17日に条約に調印したが、先住民族に、恒久的に約束した土地を取り上げる機運がすでに作られつつあった。 ワイアンドット族はその土地と自地権が危険にさらされていることを認識し、1852年と1853年にインディアン準州内の自分たちの区画に領土政府を作ろうとした。1853年、13人の大議員からなる集会を召集し、その領土の憲法が作られた。 ウィリアム・ウォーカーという名のワイアンドット族がこの憲法に従って暫定首長に選ばれ、大議員一人が連邦議会に派遣された。しかし、カンザスは公式の準州ではなかったので、その大議員は連邦議会に受け入れられなかった。連邦議会は1852年にカンザス準州を創設する手続きを始めた。この年、 第32連邦議会の第1会期に、ミズーリ州とアイオワ州より西にある地域の順州、組織化について請願書が提出された。この時は、何の行動も起こされなかった。しかし、次の会期の時の1852年12月13日に、ミズーリ州選出の大議員がプラット、すなわち、ミズーリ州とアイオワ州の西にある、土地すべてで、西は、 ロッキー山脈にまで広がる領土の組織化法案を会員に提出した。法案は会員領土委員会にかけられ、1853年2月10日には会員で成立した。しかし、南部州出身の上院議員は、上院での法案成立を滞らせ、奴隷制に関わる、 法案から予想される結果とミズーリー妥協が議論された。この法案と他の競合提案に関して熱した議論が1年間続き、最終的に、ネブラスカ巡州とカンザス巡州を設立する、カンザス・ネブラスカ法が1854年5月30日に、法として成立した。一方、1853年の夏までに、カンザス東部は、間もなく、 アメリカ白人開拓者に解放されることが明らかになった。連邦議会は、インディアン問題担当局のコミッショナー、ジョージ・ W ・メニー・ペニーを、先住民族と新しい条約の交渉のために派遣し、4分の1世紀、足らず前に、先住民たちに永久に割り当てられた土地を一つ残らず、合衆国政府に戻すよう求めた。 二州内東部のほとんどすべての種族が1854年のカンザス純州法が成立する前にその土地の大部分を手放し、結果的に南の後にオクラホマ州となる地域に移住した。ワンコールド、フロムアディスタンスという名のチッペは続法案の通過する直前3ヶ月で条約はワシントン DC でレナペ族、オトウ族、キカプー族、 カスカスキア族、ショーニー族、ソーク族、フォックス族及びその他の種族との間に穏やかに結ばれ、それによって、ミズーリ州との宗教から100内市200マイル内にある、カンザス東部の大部分は突如として、白人開拓者に解放された。1854年3月15日、オトウ族とミズーリ州のインディアンは、ミシシッピ川の西にある土地で、 ビッグブルー川沿いの帯状の土地を除いて、すべてを合衆国に渡した。1854年5月6日と10日、小児族は610万エーカーを手放し、自分たちには20万エーカーのみを残すことになった。同じく5月6日、レナペ族は条約で定義された居留地を除いて、 すべての土地を合衆国に譲渡した。5月17日、アイオワ族も同様にその土地を手放し、小さな居留地のみを保持した。5月18日、キカプー族も、順州の西部にある15万エーカーを除いてその土地を渡した。3月30日には、カスカスキア族、ピオリア族、ピアンクショウ族及びウィー族の土地も譲渡され、5月18日には、 ソーク族とフォックス族も手放した。カンザス準州における先住民族の土地を減らす最後の段階が間もなく訪れ各種族のすべての土地を取り上げその代わりに個人あるいは家族に小さな区画を渡した。例えば1854年にチッペワ族はフランクリン群に8320エーカーの土地に住んでいたが1859年には それが、チッペは属個別の家族に分けられた。1854年5月30日に、カンザスネブラスカ法が成立したとき、カンザス順州の境界は、ミズーリ州の境界を、ロッキー山脈の峰に伸ばしたものとされた。南の境界は、北緯37度線であり、北の境界は、北緯40度線だった。 北緯40度線より北はネブラスカ巡州だった。連邦議会がカンザス巡州南の境界を北緯37度線と定めたとき、王政時族の南の境界も北緯37度線と考えられた。チェロキー族がすぐに苦情を出し、それは本当の境界ではなくカンザスの境界はチェロキー族の土地の実際の境界に一致させるために、 北へ動かすべきと言ったこのことは、チェロキーストリップ論争と呼ばれるようになった。カンザスネブラスカ法で最も議論を呼んだ条項は、カンザス巡州の開拓者たちが教会内で、奴隷制を認めるかどうかを決めるという取り決めだった。この条項は、北緯36度30分より北で作られる、新しい州では、 奴隷制を禁じていた1820年のミズーリー妥協を無効にした。予想通り、そこに定住するために殺到した北部人と南部人の間に暴力沙汰も起きた。カンザスネブラスカ法成立から数日のうちに、何百という奴隷制用語のミズーリ人が隣接する、巡州に入ってきて、ある地域の土地を選び、続いて一回の集会あるいは複数の集会で、 他のミズーリ人と団結し、地域全体に、奴隷制用語の優先権を確立しようと目論んだ。1854年6月10日にはすでに、ミズーリ人が、フォートレブンワースの西3マイルの交易基地である、ソルトクリークバレーで集会を開き、無断入植者のクレーム協会が結成された。集まった者たちは、 カンザスを奴隷州にすることに賛成し、水売り州10人の半数が必要ならば、マスケット銃を手にして移民してきて、その命を犠牲にしてでもこの目的を達成させると言った。この構想に対抗するために、マサチューセッツ州移民援助会社がすぐに、反奴隷制の開拓者を1854年と1855年に、カンザスに送り込む手配をした。 ニューイングランドの者たちによって設立された主要な街にはトピカ、マインハッタンおよびローレンスがあった。幾人かの自由囚人はオハイオ州、アイオワ州、イリノイ州など他の中西部の州からも来ていた。血を流すカンザス開拓者たちが接近していることと目的が相反していることにもかかわらず、 1855年3月30日に、カンザス準州議会の選挙が行われるまでは、暴力についてはほとんど蓋がされていた。この日、宗教を超えて流入した、ボーダー・ラフィアンズと呼ばれたミズりリ州人が、奴隷西洋語派の大議員に投票する票で、投票箱を埋めた。その結果、一つの選挙区を除いて、すべての選挙区で、 奴隷西洋語派の大議員が選ばれ、最初の公式議会は、奴隷西洋語派が圧倒するものになった。1855年から1858年、カンザス順州では、多くの暴力沙汰やいくつかの戦闘行為が起こった。この期間は、血を流すカンザスあるいは、境界戦争と呼ばれ、直接南北戦争の予兆となった。血を流すカンザスの中で大きな出来事には、 ワカルーサ戦争、ローレンス襲撃、ポタワトミ虐殺、ブラックジャックの戦い、オサワトミの戦い、およびメルダジーン虐殺があった。1855年12月1日、ミズーリ囚人の小さな軍隊が、ダグラス軍保安官サミュエル・ジェイ・ジョーンズに引きられ、 自由囚人の強い基盤であるローレンスを包囲し、これが後に、わかるうさ戦争と呼ばれることになった。奴隷制洋語派的退社の影響と蔓延のもとで、ミズーリ州西部はその内部まで、混乱の渦になり、奴隷制廃止論者のローレンスの征服のために、軍隊を吐き出すことになった。大混乱の中で、 休戦条約の交渉が宣言され、その後間もなく条約が大声で読み上げられた。これで混乱は収まりその条件が一般に受け入れられた。ジョン・ブラウン1856年5月21日、ジョーンズ保安官に引きられた奴隷西洋語派軍隊が、再度ローレンスを攻撃し、二人の男性を殺し、自由州ホテルを燃やし尽くし、二台の印刷機を破壊し、 住家に略奪に入った。ポタワトミ虐殺は1856年5月24日の夜から25日の朝にかけて起こった。ローレンス襲撃に対する反応と思われる行動で、ジョン・ブラウンと一軍の奴隷制廃止派が、幅広の刀を用い、フランクリーン軍、ポタワトミ・クリークの北で、奴隷制擁護派と考えられる5人の開拓者を殺した。 後にブラウンは、ポタワトミ虐殺の間の殺人には参加しなかった、言ったが、それを承認したとも言った。この殺人後に行方をくらまし、二人の息子、ジョン・ジュニアとジェイソンが逮捕された。この二人が監禁されている間に虐待されたということであり、ジョン・ジュニアは精神的な傷を負った。6月2日、ブラウンは、ブラック・ジャックの戦いで、 ヘンリー・ペイト大が率いるミズーリー囚人の一隊を攻撃して成功した。ペイトとその部下はブラウンたちを捕まえるためにカンザスに入っていた。その年の秋、ブラウンは地下に潜りゲリラ活動を続けた。巡州憲法カンザス巡州内の深い亀裂を反映してカンザスが州として合衆国に加盟を認められる前に基本法として4つの憲法が作られた。 それぞれの憲法は将来のカンザス州におけるアフリカ系アメリカ人の扱いについて異なる見解を反映していた。最初にできたトピカ憲法は1855年11月11日に自由州人の集会で採択された。将来のカンザス州で奴隷制を禁止しカンザスから全ての自由アフリカ系アメリカ人を除外する自由州の原則を含んでいた。 この集会は遵州あるいは連邦政府に承認されず12月15日に行われた住民投票で遵州の人々に承認されたが法的文書として認められることはなかった。ルコンプトン憲法は1857年11月7日に公式の奴隷制擁護派政府によって招集された会議で採択された。この憲法は 走行通りカンザスでの奴隷制を容認したが、奴隷制条項は、住民投票に付された。この条項と憲法自体に関して一連の投票が、奴隷制擁護派開拓者と自由囚人開拓者との交互に寄付された後で、ルコンプトン憲法は、最終的に連邦議会の承認を求めて提出された。 最後はこの憲法が住民の意思を代表しているか明らかにできなかったので受理されなかった。ルコンプトン憲法について議論されている間にカンザス順州で新しい自由囚人の議会議員が選ばれ着任した。審議会は新たな集会を招集しレブンワース憲法を作った。この憲法は提案された4つの憲法の中で最も急進的なものであり、 奴隷制を違法とし、女性参政権の枠組みを入れていた。この憲法は1858年4月3日に、レブンワースでの集会で採択され、同5月18日の住民投票で承認された。連邦議会は、その批准を拒否した。ルコンプトン憲法とレブンワース憲法の失敗に、続いて、4番目の憲法が起草された。 バイアンドット憲法は1859年7月29日にそれを作成した集会で採択された。同年10月4日に行われた住民投票でも承認された。これは奴隷制を違法としたが、レブンワース憲法よりは求心的な色彩が薄れた。カンザスはこの憲法のもとで1861年1月29日に自由州として合衆国に加盟した。 y ト憲法が形作られた時までに奴隷西洋語派部隊がカンザスを支配しようという企てが失敗したことが明らかになった。このようになったことが認識され、ジョン・ブラウンが州内からいなくなったことで、血を流すカンザスは1859年までに事実上終わった。カンザス州の州省1861年1月29日にカンザスは アメリカ合衆国34番目の州に昇格した。その3ヶ月後、南北戦争が正式に始まったが、カンザス準州では南北の戦いが数年前に始まっていた。1860年代には、カンザス州の歴史でいくつかの重要な展開があった。南北戦争に参加したこと、牛追いが始まったこと。 カンザスでの禁酒法の始まり、及び西部平原でのインディアン戦争の開始だった。ジェームズ・レインが1861年にカンザスから合衆国上院議員に選ばれ、1865年にも再選された。レインはアメリカ連合国全体から嫌をされていた。カンザス州の州省は1861年5月25日に、 カンザス州議会に採択された合同決議案で制定された。州称のデザインは、アッチンソン出身の州、上院議員ジョン・ジェームズ・インゴールズが提案した。インゴールズは、州のモットー、アドアストラ・パー・アスペラも提案した。これは、困難さの向こうにある星を意味する。南北戦争が始まった時に、 カンザス州政府はよく組織された、民兵隊を持たず、武器もなく、装具も物資もなく、何一つ、需要に見合うものはなかったが、あるのは統一された官民の意思だけだった。1859年から1960年にかけて、軍事組織は使われなくなるかあるいは完全に解体していた。 最初のカンザス連隊は1861年6月3日に結成され、南北戦争中に最後に立ち上げられた第17連隊は1864年7月28日の成立だった。カンザス州に割り当てられた全量は16,654名であり、実際に立ち上げられた数は2 9 7名となり、その差3,443名は、 カンザスの功績だった。統計によれば、カンザス連隊で戦お及び全病死した者の,の1000人、あたりの数値は、他の、どの州よりも高かった。バックスタースプリング・バックスタースプリングの戦いは、あるいはバックスタースプリングの虐殺とも呼ばれ、1863年10月6日に、 現在のバクスタースプリング近くで戦われた小さな戦闘だった。マインクリークの戦いは王政治の戦いとも呼ばれ、カンザス州内で起こった騎兵戦だった。メルダジーン1864年10月25日、メルダジーンの戦いがリン軍で起こった。このトレーディングポストでの戦闘は、 ミズーリの遠征隊を率いたスターリング・プライス、少将とアルフレッド・プレソントン少将を率いる北軍とのものだった。プライス軍はカンザスシティから南に下った後でメルダジーン側でプレソントン軍と遭遇した。南軍は北軍に攻撃された後に撤退を強いられた。ローレンス虐殺北軍、トマス・ユーイング・ジュニア殉将が 南軍ゲリラを援助した女性たちの習慣を命令し、刑務所にしていた建物が崩壊して4人が死んだ。この事件が、ミズーリ州内のゲリラを怒らせた。1863年8月21日、ウィリアム・クワントリルがローレンスを襲撃し、死の大半を燃やし、150人以上の男性と少年を殺した。 クアントリルは、この奴隷制廃止論の強固な地盤都市に対する攻撃について、刑務所の崩壊に加えて、南部人がカンザスの北部ゲリラの手で味わった事実にしろ、想像にしろ悪いことに対する報復だと合理化した。ジョージ・アームストロング・カスターは、カンザス州西部における先住民との戦いでアメリカ軍を率いた。ラーニド・トリデは、 中央平原の敵対的インディアンに対する軍事行動の基地として1859年に設立されサンタフェトレールの交通を守り1861年以降は1861年のワイズ取り出条約の条件に従いインディアン問題担当局による中央平原インディアンの管理を行う代理機関となったコロラドの山脈で貴金属が発見された時 およびそれに続くシャヤン族とアラパホ族の、レパブリカン渓谷とスモーキーヒル渓谷への集中で、先住民族と鉱山市及び、コロラドの軍隊との間の攻撃と反撃の連続が、始まったと考えられる。これは1864年4月には、インディアンによるカンザスやネブラスカの辺境開拓者、旅人、牧場の者や、 列車のものへの何ヶ月にも及ぶ戦争となり、同じ年の11月に、インディアン一体の大量殺戮で頂点に達した。殺戮されたインディアンは、大半は友好的な者たちであり、その居留地内の安全な場所とされていた、コロラドのライアン鳥で近く、サンドクリークで宿営していた。この出来事は、 サンドクリークの虐殺と呼ばれている。南北戦争と呼ばれる反乱者の戦争が終わった時にカンザス州はそれが存在し始めてから初めて平和の時代が訪れた。12年間の創上と流血を伴う負は危険がつき物の,の絶え間ない努力の12年間は住民を鍛えて今や動きの中に休息があり絶え間ない警戒の中には安全がないことを知った。 このような訓練で、全住民の性格は、その通ってきた、経験のように得意なものになった。この時期にカンザスシティが作られ、姿勢が敷かれた。休みを知らぬ活力が、この時期の支配的な特徴となり、くつろぐことは望ましいものであることを止めることだった。打ち勝つべき対象は、望ましい対象であり、 それに打ち勝つことが典型的カンザス人の大きな目的だった。戦争が終わると彼らは最も活発に平和的なことを追求するようになった。その踏みしめる自由の大地に対する権利を得た。ここから彼らの活力は工夫が生かされ忍耐が要求されあるいは活力が使われるあらゆる手段を通じて高い可能性を開いていくことに注がれた。 カンザス太平洋鉄道の主要路線。1869年の地図1863年、ユニオンパシフィック東部がユニオンパシフィックに沿った大陸横断鉄道の南支線を作るための合衆国議会の太平洋鉄道法によって承認された。太平洋鉄道法は幹線に沿った大規模公有地の供与も承認した。 この会社は1863年9月にカンザスシティから西に幹線の建設を始めた。1867年、ジョセフ・ジー・マッコイがアビリンに家畜置き場を建て、シザムトレールの開発を援助し、1867年から1887年までテキサスの牛飼いがその家畜置き場に牛を追ってくることを奨励した。この家畜置き場は、 カンザスシティより西では最大となった。牛を北に追ってくると、カンザスパシフィック鉄道の終端から東方に搬送された。1871年、ワイルド・ビル・ヒコックがアビリーンの執行官になった。そこで、ジョン・ウェズリー・ハーディンと出会ったことが結果として、ヒコックがハーディンを武装解除した後で、ハーディンが街から逃げ出すことになった。 ヒコックはライリー取の副執行官でもあり、ワイルドウェストのヘイズの執行官でもあった。1880年代、グリーンズバーグで大井戸が掘られ、サンタフェアンドロックアイランド鉄道に水を供給した。深さ109フィート、直径32フィートあり、手掘りの井戸としては、世界最大だった。 コロナドが1885年に建設された。そこは、西部の歴史の中でも、最も流血の多い軍庁所在地戦争の一つに、巻き込まれた。1887年2月27日に、銃撃戦が起こり、近くのレオティからの雇われガンマンだったとも言われる、支援者がおり、数人の人々が殺され負傷した。1879年、 南部における南北戦争後のレコンストラクション時代が終わり、多数の元奴隷が南部州からカンザス州に移住した。彼らはエクソダスターと呼ばれ、良好で安い土地とより、マシな待遇という見込みに惹かれてやってきた。1877年に設立されたニコマデスの町はエクソダスターより以前に組織された町だが、 エクソダスターが多く住んだ。1881年2月19日、カンザス州はその憲法を修正して、アルコール飲料を全て禁止する、合衆国では初めての州になった。この行動は禁酒運動にそのもとがあり、1888年に始まったオノタタキキキャリーエーネーションの活動によって強制され、全国的な運動となって、 アメリカ合衆国憲法修正第18条の成立につながった。カンザスは1948年まで禁酒法を撤廃しなかった。この時でも大衆酒場を禁止し続けており、この制限は1987年まで撤廃されなかった。カンザスでは2005年まで日曜日の酒の小売りを認めておらず、田舎に行くと大半は、 今でも日曜日の小売りを禁じている。今日カンザスの39の軍はドライのままである。今日に至るまで1934年に全国的な禁止法を終わらせたアメリカ合衆国憲法修正第21条をカンザス州は批准していない。1916年カンザス州の軍隊が メキシコ革命で米北国境に従軍した。1917年4月に合衆国がドイツ、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア及びトルコに宣戦線布告したとき、8万人のカンザス人がアメリカ軍に入隊した。彼らの大部分は第35、42、89及び92不評師団に配属された。 1922年から1927年、カンザスでは KKK に対するいくつかの法律闘争があり、州内から追い出すことになった。カンザス州の周期は1925年にデザインされた。1927年にカンザス州議会によって公式に採用され1961年に修正された。 1927年にライリー取の軍隊とカンザス州兵のためにベニス・ポーレン知事によってライリー取に始めて翻った。大規模干ばつによって起こされる砂嵐はダストボールと呼ばれ1930年に始まって1941年まで続いた。干ばつの影響は世界恐慌の影響にも重なり多くの農夫が グレートプレーンズ中の土地を手放さざるを得なかった。この環境災害で大集団の住民がカンザスの過酷な環境から逃亡することになった。冷戦時代、カンザスは何年もアメリカを核攻撃から守る抑止兵器計画に参加した。1950年代、カンザス州にはネバダ州における核実験後に異常に高い放射線量の 放射性核効果物が降った。1954年5月17日、合衆国最高裁判所は、ブラウン対教育委員会裁判で分離された教育施設は本質的に不平等であり、あらゆる市民に法の下の平等保護を保障したアメリカ合衆国憲法修正第14条に違反していると全会一致で宣告した。 ブラウンタイトピカ教育委員会判決は法律上の公共教育施設の人種分離を明白に違法とした。トピカに4つあるアフリカ系アメリカ人の子供たちのための分離された小学校の一つ、モンロー小学校がその舞台となった。1950年代と1960年代、大陸間弾道ミサイルがカンザス中の施設に配備された。 それらは降下された地下のサイロに備蓄され、発射されるようになっていた。カンザスの施設は1980年代初期に使用を止めた。1966年6月8日、トピカに藤田スケールで F5 の竜巻が起こった。これは1966年トピカ竜巻と呼ばれ、町の南西側から始まり、北東に動いて様々な目立つ建物を直撃した。 被害総額は1億ドルに上った。カンザス州は、ドワイト・ディーアイゼンハワー大統領、大統領候補のボブ・ドールよびアルフレッド・ランドン、また非公家のアメリア・イヤハートの出身州である。カンザス州出身の有名な運動選手には、バリー・サンダース、ゲール・セイアーズ、ジム・ライアン、モーリス・グリーン、ウォルター・ジョンソン、およびリネット・ウッダードがいる。 監査トリート h t コロンスラッシュスラッシュデジタルドットライブラリドットスラッシュスラッシュスラッシュトリーィーズスラッシュ大下コロンスラッシュスラッシュデジタルドットライブラリドットスラッシュスラッシュスラッシュトリーィーズスラッシュ s a 0 <noise> 2 1 7.htmhat, シャワノエトリティ http d i g i t a l l i b r a r y okstate.edu kapler p ス vol2 t r e a t i e s s h a 0 2 6 2 htmhat indian affairs rose and trees a t i vol2 トリティーズ hatt indian affairs rose and trees vol2 Treaties, Hot Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2, Treaties, Hot Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2, Treaties, Hot the Treaty with the Otto and Mizouri Tribes of 1833, Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2 Treaties, Hot Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2, Treaties, Hatt Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2, Treaties, Hatt Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2, Treaties, Hatt Indian Affairs, Rose and Treaties, Volume 2, Treaties.Compiled and edited by Charles J. Kepler, Washington, Government Printing Office, 1904, CF, The Treaty with the Cherokee Zoc Indian. および、アーカンソー順位終了域内に現在住む者、ミシシッピ川より、東の州にその友人や兄弟が住む者、さらに西部の兄弟と一緒になりたいと願う者に、高級的な家を与える。これは合衆国の最も厳粛な保障のもとにあり、永久に彼らのものであり、あり続ける。この家は、 将来のいかなる時にも、その周りに境界を伸ばして、邪魔をしたり、遵守、または、州の司法権を及ぼしたり、あるいは現存する遵守、または、州の境界を、いかなる方法でも拡張して圧迫されることは、決してない。ハットインディアンアフェアーズ、ローズトリーティーズ、ボリューム2、トリーティーズ。ハットインディアンアフェアーズ、ローズトリーティーズ、ボリューム2、トリーティーズ。 ハット・ウィリアム・ジー・カトラー、S ・ヒストリー・オブ・ザ・ステート・オブ・カンザス、ステート・ヒストリー・パート21、インディアン・トラブルズ・イン・カンザス、チャールズ・ウィリアム・ス・ローン。ジュニア、カンザス・バトルズ・ザ・インビジブル・エンパイア、ザ・リーガル・アウスター・オブ・ザ・ k k k フロム・カンザス、1922-1927、カンザス・ヒストリカル・クォータリー・フォール、1974、 ピアニッシュも393から409。ありがとうございます。